さて、それではね、引き続きやっていきたいと思います。まあ、前回はね、関ヶ原の戦いで戦って勝ったんですけど、何も得るものはなかったっていうね、感じになっております。で、ここからどうするかなんですけどね、まあ、ちょっと周りの状況を確認しながら方針をね、考えていきたいと思います。まずね、うちなんですけど、まあ、接してる勢力って実はそんなに多くなくてですね、まず豊臣家と、隣にいる細川家、あとは丹羽家ですね、この三勢力が、うちと隣接してる勢力になってまして、まあ、細川家はもともと徳川方の勢力なんで、まあ、この後ちょっとね、豊臣に取られちゃうかもしれないっていう感じですね。で、丹羽家は、豊臣の味方方なんで、まあ、攻められることはないんですけど、まあ、相手の援軍、豊臣と仲良くして援軍を得れるかっていうと、ちょっと微妙なところではありますね。でまあ、ここのところも、田辺城ですね、取りに行ったらこっちの丹羽家から攻められる感じがちょっとありそうなんですよね。で、防衛お願いしても豊臣側が来てくれないんで、まあ、ちょっとね、ここは取るとしても絶対に豊臣方の援軍がいるんですよね。まあ、ただ豊臣が取るかどうかちょっとよくわからないんで、まあ、とりあえずね、ちょっと、援軍送ってもらえるだけちょっと内政というか、親善ですね、押していこうかなと思います。この5ヶ月の間に取られたらまあ仕方ないし、まあ、取られなかったら取りに行こうみたいな感じですね。ここの田辺城自体はあんまりいらないんですけど、なんていうんですかね。まあそのうちね、豊臣とも争うことになるんですけど、なんせ守りにくいんですよね。こことここと、ここを守らないといけないんで、3箇所守らないといけないんで、ちょっと守りにくいかなって。で、とはいえね、ここ、細川家なんですけどね、かなり優秀な武将がいまして、雄斎とかね、まあ、ただこいつ結構年なんで、いつまで生きれるか問題はね、全然あるんですけど、あとは忠興さんとかもね、いるんで、まあ、できたら登用したいんですけど、まあ、なかなかね、ちょっとなんとも、しがたいかなっていう感じですね。なので、まあ、ここは一応援軍が、用意できたら行くかなっていう感じですね。まあ、取れたらぐらいの感じですね。まあ、多分取れないような気がしますけど。なんで、もうここからはね、ほぼ丹羽家を単独で取りに行くしかない感じになってるんで、まだここのね、駿河城とか、完全に内政終わってないんですよね。まあ、とりあえず、急いで内政をやって、まあ、増やせるだけ兵力を増やして、なんとか合戦に持ち込んで、城取りたいなと思ってます。ただ、なんて言うんですかね。相手の勢力もあんまりでかくないんで、威風で城1個取るみたいなことができないので、まあ、ちょっと頑張って殴らないといけないかなっていう感じですね。で、まあ内政をしていくわけなんですけど、奉行ですね。ちょっと奉行をちょっと任命していこうかなと思いまして、ちょっと最初に紹介したんですけど、この、木下さんですね。こいつで、羽柴伝が、できるんで、こうするとね、豊臣の、政策を発令することができるんで、とりあえずね、これを任命していこうかなと思います。火災の方はね、まあ、正直あんまり強くないような気がするんですよ。兵糧収入が 30% 減って、最大兵力が 15% 上がるって、ちょっといいんかどうかよくわからないですね。もっとね、これ一回制定すると、なくすのがちょっと厳しいんで、ちょっと今のところはいいかなということで、とりあえずね、奉行だけ制定していきたいと思います。ありがたき幸せ。これであれですね、政策にこの検知刀狩りが出てきまして、これでね、農村の、石高がね上がるんで、兵力が上がるんでね、まあ、レベル1ぐらいやったら全然ね、何の問題もないんで、とりあえずレベル1はね制定していこうかなと思います。ただ金が全然ないんですけどね、貯金はそれなりにあるんでね、まあやっていきます。承知いたした。これではまあとりあえずね、内政終わるまで頑張って内政していきたいと思います。だってまあ1年ぐらいね内政しまして、ここの駿河城ですね、なんですが、まあ、ほとんどね、内政終わりました。で、一応、灌漑水路も2個建てたんで、まあまあ、もうやることはないかなっていう感じになってますね。で、まあ、ここのね、細川家なんですけど、まあまあ、案の定と言いますか、豊臣取られちゃいまして、まあ、内政始まっても1ヶ月ぐらいで取られちゃったんでね、もうどうすることもできないかなっていう感じになってますね。で、豊臣はまあ、それからかなりね、勢力を伸ばしてってまして、今、
前だけど喧嘩してるかなっていう感じになってますね。でまあうちとしてはね、もうここの庭家に行くしかないんですよね。なので庭家に行くつもりなんですけど、まあ兵力的にはまあ負けてると思うんですよね。うん、なのでちょっと頑張っていかないといけないんですが、まあどうしようもないんですけども、あの大谷義継のねパワーでなんとかゴリ押すしかないかなと思ってるんですが、まあ、とりあえずね出陣していきましょうか。なんとかね、なんとか取れないかっていう感じではあるんですが、とりあえずいかにすべきか、まあ殴りに行くしかないから、まあ殴りに行くんですけど、まあ大谷義継パワーでねなんとかで行くわけなんですが、まあ、あのおそらくね一気に相手にしたらかなりね兵力が削られちゃって、北の少女を落とすだけの余裕がなくなってしまう可能性が高いので、まあ、できるだけ格好撃破していきたいんですが、格好撃破できる感じではないね。一部隊だけ離れてるけど、まあ、こいつがどうなるかっていうところですね。ご命令をください。ね、できるだけ包囲して落とすようにしておきたいんで、城を攻める。どうしましょうか。これでも兵糧足りるかな。とりあえず合戦やっちゃうか。我が時が来た。いやかなり拮抗してるぞ兵力。大丈夫かな。まあ、ちょっとね頑張っていきましょう。はい、勝利でーす。いやー、かなり兵力削られましたよ。こっち6000、相手まあ1万ぐらいダメージ与えたんで、まあまあなんとか勝ちっちゃ勝ちって感じではありますけど、なかなか辛い感じではありますね。それではここはもうね包囲するような形で進めていきましょうか。兵糧足りるんか問題と、まあ多分耐久は3000ぐらいなんでなんとかなりそうですね。あとはここの部隊は多分1部隊だけなんで、こいつを合戦でやるのはかなり楽だと思いますね。野津山にも運外水路を追加で建てて、やっぱり城が少ないうちはちょっと金はかかっちゃいますけど、自分で建てた方が早いんは早いですね。あとはこことここの軍を占領して、港の建設出てますね。一応建設するか。いざ始めよう。これで相手出てきたけど大丈夫か。一応合戦できる配置ではあるな。戦の支度だ。ここでもまた合戦やっていきましょうか。これは余裕で勝てるでしょう。はい、終了です。よう戦ったぞ。いやー、まぁ、あ、ちょっとね大谷義継の戦法たまるまで待ちに待ち続けて、なんとかね兵力は温存できました。さて、それでは北の少女をね包囲していきましょう。いえ、ちょマジで、よろしいでしょう。停戦仲介されちゃいました。今回ってその停戦の仲介ってだいぶ難しくなってるはずなんですよね。いや心中出てきてる。するか。いやー、同盟このまま続けるのもそれはそれでしんどいんですが、でも心中しちゃうとこの庭家も叩けなくなっちゃうんで、5ヶ月、停戦5ヶ月、ここからどうする。豊臣と同盟を結ぶために動くか。いやー、でも今からやったらもうどうしようもない感じはありますけどね。まあ武将が今いないっていうのもありますけど、8やったとしても7ヶ月ぐらいかかるから、まあとりあえず一旦兵引き返すしかないか。さすがにもう一回仲介されることはないんで、次で決めたいところではありますね。はい、というわけでね、まあ停戦明けに再度攻め入ってる感じになってます。ただね、まあちょっといろいろありまして、まず、まあ、豊臣とね、庭家とか、まあ、うちも含めて同盟関係にあるんですけど、これがね、継続されるかちょっとよくわからないんですよね。まあ、なので、ちょっと、まあ、仮に豊臣との同盟がなくなってしまったとしても、防衛できるんかわかんないですけど、ちょっとね、政策制定しまして、この制度改新の2ですね、
高精度改心を今レベル1に、まあ、2つ星2つ目ですねに上げてってます。この精度改心の2を、制定することによって一応防衛拠点を設定できるんで、まあ、攻城戦ができるんで、まあ、攻められてもなんとか守れるかなと思って、まあ、気休め程度にやってる感じなんですけども、ここからのね状況次第ですね。豊臣との同盟が切れたんですけど、他のところの状況ですね。他のところもあれですね、豊臣同盟切れてますね。いや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 、もう関ヶ原の戦いではだいぶ頑張ったのに、なかなかこれはひどい仕打ちやと思いますが、まあまあ言うてても仕方ないですね。まあとりあえず丹羽家もこれから、なんていうんですかね、まあ、継続同盟が継続されるわけではないんで、まあちょっと停戦切れる段階ぐらいになって何もなければそのまま豊臣家に臨終するのもありかなっていう感じですね。多分ね、現状のままでは勝てないんですよね。騎馬とかの突撃とかもないし、まあ北条戦やったら勝てるんかな、ちょっとよくわからないですけど、まあ臨終した方がもうちょっと早そうですけどね。まあとりあえず出てきたこの部隊をやっちゃいましょうか。なかなか兵力拮抗してますね。はい、終了でーす。戦ったぞ。いやー、まあまあまあなんとか被害は抑えられたかなって感じですね。だってそれでは舞台をちょっと分けれるところは分けましょうか。この舞台だけちょっと遠回りさせて、包囲しなくてもまあなんとかなりそうな気もしますけどね。なんとかなるような気もするけど、一応連れていく。我が部の見せ所か。で城攻めを強行しないといけないと思いますね。で、あんまり城の能力が高くないんで、多分なんとかなりそうですね。じゃあこいつはね、パパッとやっちゃいましょう。おい、終了でーす。さてこれでいよいよ北の少女も終わりでしょう。包囲、九条に包囲する暇あるか。94、1日94なら落とせるか。強行してみる。強行するとどうなる。150、 1.5 倍ぐらい入ってるか。この強行でなんとか押し切るのが良さそうな気はしますけど、あ、北の少女の城主が抵抗をやめ当家に降伏するとのこと。ああ、ちょっと交渉してみましょう。直談ができるようになったんでね。はい、どういう、城主降伏を受け入れ城主を逃がす。北の少女の、あ、これで、あ、登用もしたい。金星同僚安堵、今でプラス100になってるんですよね。で200欲しいから20年。もう北の少女結構強いんでね、ずっと安堵するっていうのは正直きつい。10年安堵でも5年安堵でもちょっと厳しいんですけどね。どうしましょう。武将を1人登用したいかどうかっていうだけの問題ですよね。でお金はまだ多少余裕があるから、これでいきましょうか。北の少女5年安堵はちょっときついですが、まあどっちみちね、あんまり強い武将いないんで、多分5年ぐらいやったらなんとかなると思うんですよね。じゃあこれでちょっといきましょう。ありがたき幸せ。はい、城攻め、はい、北の少女制圧完了です。お、2人投与できましたね。いい感じです。余力のある部隊を集めて朝倉山を攻めてみては。いけるのであれば行きたいけど、ちょっと行ってみます。我が部の見せ所か。30日、城を落としてみせる。あ、これあれですね、いつもの地方統一のやつ。いや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 、ちょっと、あ、もう橋の橋なんや。マジかー。ここでとりあえず平塚さんは返さないと兵糧がやばいんはやばいですね。いかにすべきか。大谷義継、このまま落とせるんやったら落としたい。
一方向からだけでいけるかな。まあ、いけるだけやれるだけやってみましょうか。多分行って帰ってくるのにそんなに時間はかからないんで、落とせたらラッキー、落とせなかったらまあ残念って感じかな。これってまあ出陣不可のやつ同様のやつ出てますけど、いけるんかな。お、ここで勢力目標また達成できましたね。とりあえず朝倉山城を殴りに行ってちょっと様子見ますか。なんとか朝倉山城に着きましたが、まあ、これ方位では絶対無理でしょうね。強行で100近く入ってる。100近く入ってたらどれぐらいや、30日。ああ、兵糧はギリ足りそうですね。まあ、ちょっと一部隊、木下隊がワンチャン壊滅する恐れはありますが、まあまあなんとかなるでしょう。ここもね、降伏してくれたらいいんですが、降伏しないか。あ、撤退しちゃった。後瀬山に一応、触れましたね。ちょっと、動揺で、あれか。壊滅しても動揺状態になっちゃうんですね。なるほど。とりあえず、兵力大事なんで、もう後瀬山に考え水路を作りまくってやりましょうか。お任せくだされ。普通に連兵所でしたっけ。連兵所とかでもいいんですけど、まあ一応、まあ、途中で建て替えるにしろ災害ね、4つあったら 100% 来ないはずなんで、まあそれでなんとかなんかなーっていう感じですね。北の省城も考え水路を作っていく。まあ、誰でもいいんですけどね。まあ、国衆にやってもらいましょうか。やり遂げてみせましょう。あ、組頭か。兵糧は多分足りてるはず。よろしいですか。ただちょっと、豊臣との停戦が切れましたと。これはちょっとさすがに陣中しないと、切れなさそうですね。ちょっと陣中していきましょう。構わん。いや、ちょっと。これで、あれですね、これで庭家が侵入したらやばいんですが、これなんとかなる。え、ちょっと方位じゃったらこれ、間に合わない。なんとか強行で落としてくれ。はい、朝倉山城制圧完了。いや、もうめちゃくちゃギリギリ。一応、解放していきましょう。は忘れませぬ。一応、これで帰りましょうか。これで2つ城取れたんで、まあまあ。まあまあなんとかなりそうですね。ここの北の少女あれですね、ここの軍ですね。これ普通に取っていったのに残ってるところは残るんか。この朝倉山城が、まあちょっといまいちわからない部分ではありますが、一旦帰りましょうか。で、東洋出てるんで、ちょっと東洋していきましょう。もうね、人材は常に不足してるんですが、少し難しいお役目となりましょう。それは困る。もう農地開墾はね、必須なんで、これはやっていきましょう。もうなるべく早くやっていきたいんで、大名にお願いしましょう。じゃ一旦帰って、兵力回復を待つのと、プラスやることはないかな。多分これ朝倉山に、一応配置できるか。できますね。まあ、それかあれですね。この宿老のやつを連れて行って配置するのが良さそうですね。軍7個まで行けるんで、まあ、ここ、北の少女、まあまあまあね、もうここは所領安堵しちゃったんで、もうどうしようもないですね。だって朝倉山城ね、攻め終わってからここの鶴ヶ城ですねにとりあえず兵が戻ってきた状況なんですけど、ちょっとね見てたらここの小松城ちょっと攻城戦で攻め取れそうな感じがあるんですよね。兵力相手1000なんで、まあ、3倍か4倍ぐらい攻城戦ってかかるって言われてるんですけど、ってことは4000あったら落とせるんで、攻城戦にしてしまえば普通に包囲するより簡単に取れるんじゃなかろうかと、ちょっと考えてるんですよね。で、まあ、ちょっと小松城の、攻城戦行く前にですね、ちょっとここの北の省城ですね、の、まあ、軍がなんか、思った以上に内政残ってたみたいな話をしてたような気がするんですけど、これあれですね、もともと城があるところだけ、その内政維持した状態で、
もらえるかと思ってたんですけど、そうじゃなくて普通にあれですね、攻め取ってないところも含めて内政維持した状態でもらえるみたいな感じやったみたいなんで、まあ普通に勘違いしてただけみたいですね。で、まあこれからね、小松城の、北条戦行くんですけど、まあ、そんなに出せる城がなくてね、後瀬山はまだちょっと動揺状態で出せないんで、まず鶴ヶ城ですね。鶴ヶ城から部隊を出して70日か、まあまあかかるな。まあまあこんなもんでしょう。ついてまいれ。で、あとは北の庄城と朝倉城からもちょっと、朝倉山城からもちょっと出そうかなと思ってます。あとちょっと兵糧がね、北の庄城は全然ないんで、まあ、ちょっとね、状況を見ながらね、まあ、出せる限り出していくみたいな感じでいこうかなと思います。というわけでね、小松城付近までやってきました。まあ、ただちょっとね、小松城が思った以上に体力が回復してってるんで、兵力か。今で、まあ、2000近くいるんで、ちょっと厳しいかもしれないですね。これで攻城戦可能ってなってるんで、攻城戦やってみますか。もうなかなか、庭家との戦には十分な兵力でござる。ということで、ちょっとね、頑張ってやっていきましょうか。だってそれでは北条戦ですね。まあ、ここね山城なんで、まあ、そもそも行けるところが全然ないんですよね。なので多分もう海戦しかないんだと思います。ただ相手の兵力はそんなに多くないんで、まあ、なんとかね頑張って減らしていきたいところですね。まずはここのあれですね、石落とし櫓か、固定を早く落とさないといけないのと、この本丸の丸も早く落とさないといけないですね。というか、まあ本丸落とす以外に多分やることがないんでしょうね。で、なるべく回り込ませて取った方がいいんで、この策とか壊した方がいいかな。まあ、とりあえず行きましょうか。はい、一番槍が入りまして、これで強撃になったんで、あれですけど、やっぱりこの、ゲージ溜まるん、武将がいるおかげか、早いですね。いやいや、これちょっと撃たれたくないですね。多分撃たれるときついんで、早く壊してくれよ。あ、後ろから、これ部隊が倒れたら、後ろからまた兵が来るんですけど、こいつにはちょっと他のところの策を壊してもらいましょうか。いやいやいや、なんとかいける。はい、ああ、倒しちゃった。1時2か、まあまあもうこれは致し方ないですね。早く。これはいけるか。あの計略発動してほしくないんですけど、まあ、警戒しろって言ってもね、これ止めることができたらいいんですけどね、止めれないんで、いや、これはいけるか。なんとか落としてくれ。あ、よっしゃ、落とした。あとはちょっとこれ、一旦兵力回復してから本丸の方行きましょうか。さて、それでは行きましょうか。あのちょっとヒラッカーが体力回復してないですけど、まあまあいけるでしょう。兵力発動です。45って全然減ってないですね。まあでもこのまま使うことができたんで、大丈夫有利ではあると思うんですけど、まあこいつも計略こんなんやったんか。殴られたらいけそう。ああ、いけるね。やっぱり兵力差がちゃんとなくなってたらなんとかいけそうですね。山城でも1箇所から攻めたらなんとか落とせそうな感じはありますね。あとは本丸落とすか、ここにいる部隊を落とすかっていうのができれば、まあ落ちるかな。おい、ロモン破壊。勝機見えた。あとはもう殴りに行くだけかな。見せどころか。ちょっと本丸に向かわせましょうか。一部隊休憩させて。ああ、これ後ろの部隊もあれやな。いいです、減ってるから。やっぱりロモン付近には。動かない方がいいのかもしれないですね。ここら辺のちょっとね、待機してる部隊、後ろの部隊は多分交戦してないけど、この枠内に入ったら兵力削られちゃうんで。これでは戦にならぬ。もう2回目の計略で発動しました。これでもういけるでしょう。全然見えない。もうちょい、ちょマジで。そんなことある？
そんなに減った。我が武略を持って安全の敵を打ち払わん。実具がやられるとは思いませんでしたが、なんとかギリギリいけましたね。いやいや、結構兵力差があったけど、思ったよりギリギリでしたね。はい、勝利でーす。はい、兵力被害めちゃくちゃありますね。いや、やっぱりあれですね、縄文とかの攻撃が結構痛いですね。はい、で一番最後にあれですね、敵を倒した平塚が一番勲功が高かったと。いい風が発生します。何たることか。前田家をはじめ二勢力との関係が好転しましたと。丹羽家が守り固める大正寺城は敗戦にひるまず籠城の構えを見せていますと。我らが城を落としたぞ。小松城制圧完了です。帰りましょうか。さすがにね、いや、思った以上に兵力減ったな。次は攻めるとしたら大正寺城を攻めないといけないですね。ただここ5000、守り始めたら6000ぐらいいくってことは2万何がしぐらい連れていかないといけないんですけど、ちょっとこれはできないぞ。ちょっとの間休憩しないといけないかもしれないですね、攻めは。兵力回復、鶴ヶ城が1万ぐらいいるんで、1万、これが全部集まって1万6000。一応全ての城がなんとかあれですね、兵力が回復すれば、なんとか攻略はできそうですね。ついでにここの大正寺城って多分平城なんですよ。そうですね、なんで多分山城攻めるよりかはだいぶ楽かなとは思うんですけど、とりあえず様子見ながらって感じですね。あとは士官が出てるんでね、登用していきましょう。いや、もう人材不足なんでね、誰が来てもありがたいですね。細川沖本さん、この工程結構いいのか。兵糧収入減るけど小修行量増えるか。能力的にはちょっと微妙ですけど、登用していきましょう。で、2人目が申し上げたく稲富助直。今年言ってますね。砲術奉行。砲術指南の量削減はいいけど、鉄砲レベルが上がって最大兵力が減ると。でも、家財に任命できるのは多分だいぶ先なんでね、あんまりここら辺見てもしゃあないかもしれないですね。とりあえず政務とかは低いけど、なんとかギリギリ、戦争で使えるぐらいの能力をしてますね。どうぞお任せあれ。いい時間なんでね、ここら辺で一旦終わりたいと思います。庭家完全にね、取り込みたかったですけど、ちょっとそこまではできなかったですね。次頑張ってね、庭家取り込んで、その後のここのね、金沢城とかも結構ね、難関っぽいんで、なんとか頑張って取りたいところではありますけどね。それではね、ここら辺で一旦終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。